2023年11月8日現在、FX での取引通貨ペア出来高ランキングのトップ5は以下の通りです。1位、米ドル、円、USD、JPY。2位、英国ポンド、円、GBP、JPY。3位、豪ドル、円、AUD、JPY。4位、ユーロ、米ドル、EUR。USD5 位、ユーロ、円、EUR。 JPY このランキングは、世界中の FX 取引所における出来高を集計したもので、日本の店頭 FX 取引の出来高も含まれています。1位の米ドル、円は、世界で最も取引されている通貨ペアであり、世界の FX 取引の約7割を占めています。これは、米国と日本が世界を代表する経済大国であり、両国の通貨が国際的な決済通貨として広く使用されているためです。 2位の英国ポンド、円は、米国と日本に次ぐ世界第3位の経済大国である英国の通貨が絡む通貨ペアです。イギリスは EU 離脱後、経済や政治が不安定な状況にあるため、ポンドの変動率が高く、トレーダーの関心を集めています。3位のゴードル、円は、オーストラリアの通貨が絡む通貨ペアです。オーストラリアは資源大国であり、 原油や鉄鉱石などの価格変動に影響を受けやすいため、豪ドルのボラティリティが高い傾向にあります。4位のユーロ、米ドルは、欧州連合 EU の通貨であるユーロと米国の通貨であるドルが絡む通貨ペアです。ユーロは、ドルに次ぐ世界第2位の基軸通貨であり、欧米の政治・経済情勢に影響を受けやすいため、トレーダーの関心を集めています。5位のユーロ、円は、 ユーロと円が絡む通貨ペアです。ユーロは、円に次ぐ世界第3位の取引量を誇る通貨であり、欧州と日本の経済情勢に影響を受けやすいため、トレーダーの関心を集めています。2023年11月8日現在、FX ドル円の1日あたりの出来高は、約1.5兆ドルです。これは、世界の FX 取引の約20%を占める規模です。FX ドル円は、 世界で最も取引されている通貨ペアであり、その出来高は他の通貨ペアに比べて圧倒的に大きいです。これは、米国と日本が世界を代表する経済大国であり、両国の通貨が国際的な決済通貨として広く使用されているためです。また、FX ドル円は、相場のボラティリティが高い傾向にあるため、トレーダーの関心を集めています。これは、米国や日本の経済情勢、また、 日米金利差などの要因によってドル円レートが大きく変動する可能性があるためです。FX ドル円の出来高は日によって変動します。特に、米国や日本の経済指標の発表日や日米の金融政策の発表日には出来高が大きく増加する傾向があります。2023年11月8日現在、FX ポンド円の1日あたりの出来高は約0.3兆ドルです。 これは世界の FX 取引の約4%を占める規模です。FX ポンド円は米国ドル、円に次いで世界で2番目に取引されている通貨ペアです。これは英国が世界第3位の経済大国であり、ポンドが国際的な決済通貨として広く使用されているためです。また FX ポンド円は相場のボラティリティが高い傾向にあるためトレーダーの関心を集めています。これは イギリスの経済情勢、また、欧州の経済情勢や、英米金利差などの要因によって、ポンド円レートが大きく変動する可能性があるためです。FX ポンド円の出来高は、日によって変動します。特に、イギリスの経済指標の発表日や、欧州の経済指標の発表日には、出来高が大きく増加する傾向があります。なお、FX 取引の出来高は、 世界中の FX 取引所における取引量を集計したもので、日本の店頭 FX 取引の出来高も含まれています。2023年11月8日現在、FX オーストラリアドル円の1日あたりの出来高は約0.2兆ドルです。これは世界の FX 取引の約3%を占める規模です。FX オーストラリアドル円は、米国ドル、円、英国ポンド、 円に次いで世界で3番目に取引されている通貨ペアです。これは、オーストラリアが世界第12位の経済大国であり、5ドルが国際的な決済通貨として広く使用されているためです。また、FX オーストラリアドル円は、相場のボラティリティが高い傾向にあるため、トレーダーの関心を集めています。これは、オーストラリアの経済情勢、また、原油や鉄鉱石などの価格変動や、 米豪金利差などの要因によって豪ドル円レートが大きく変動する可能性があるためです。FX オーストラリアドル円の出来高は日によって変動します。特にオーストラリアの経済指標の発表日や原油などの価格変動に関するニュースが流れた際には出来高が大きく増加する傾向があります。なお、FX 取引の出来高は世界中の FX 取引所における取引量を集計したもので、 日本の店頭 FX 取引の出来高も含まれています。